法、メッシさん、練習中にチームメイトと大喧嘩をする。フランス一部パリ・サンジェルマン、PSG のアルゼンチン代表フォワードリオネル・メッシ、35、がチームメイトと練習中に大喧嘩したと、各メディアが報じた。23日の練習中にポルトガル代表ミッドフィルダー・ビティーニャ、23、がメッシからボールを奪おうとして、激しく接触。エースは試合前とあってハードにやりすぎないようにと警告したが、ビティーニャは再び厳しいプレーをしたためメッシが怒って、ひどい反応をした、という。メッシは人格者じゃないから人間らしい振る舞いだな。2回目行くのは頭おかしいだろ。本田さんにコメントしてもらいたい。試合前だしプロだからそれぐらいわかるだろうに、メッシは悪くないよ。中澤大和を思い出す。パリはチームのバランスが悪いよな。やっぱりポルトガルだからかね。ポルトガル人だからメッシ嫌いだろ。クリロナにメッシ潰せとか言われたんかな。今メッシまで怪我したらエムバペの負担増えすぎてまたハムっちゃうでしょ。パリはベンチとレギュラーの実力差もかなりでかいし CL は終戦かもな。メッシの人間性とか知らんけど、これでメッシにも非があるかのような報道はさすがにかわいそう。